全世界待望のシリーズ最新作ソウルカリバー3が過去の作品をはるかにしのぐ堂々たるボリュームでこの秋登場。今年5月に北米で行われた世界最大のゲームショー E3 ではその充実した内容が大喝采を浴び、北米欧州における主要各地で連日特集記事が組まれるほどのカリバー旋風が吹き荒れた。その世界的な興奮の波がこの秋日本を飲み込む。ある意味でも直感的に操作が可能、なおかつ高度なテクニックを身につけることで競技レベルの格闘も可能なゲームシステム。技術、ハード性能、限界まで引き出した美しいグラフィックとサウンド、魅力的なキャラクター陣、そして斬新なモーション。今回ソウルキャリバー3ではさらに改良が加えられたゲームシステム、より洗練されたグラフィックとサウンド、シリーズ最高数のキャラクター陣に加え、アクションゲームという枠を超えた数々の新モードを抑え、膨大な数の夏、種類も豊富な顔や髪型に加え、全ての夏、皮膚、唇、髪、瞳に至るまで972色のカラーパレットから自由に色を選べる贅沢設計。オリジナリティあふれる流派の数々、職業を組み合わせると、そのバリエーションは天文学的数字に。格闘ゲーム史上初の自由度の高さで完全に自分だけのキャラクターが作成可能なキャラクタークリエーションモード。ソウルエッジをめぐるアナザーストーリー。舞台は3つの国が争いを続けるラボランの地。プレイヤーが作成したキャラクターを主人公に美しい 3D マップ上に展開する全20にも及ぶミッションを攻略。物語を紡ぎ上げ、伝説にこのドラを刻み込め。もう一つの天と魂の物語、ホストクロニクルズモード。今回のストーリーモードは全キャラクター分用意されたインタラクティブイベント、そしてマルチストーリーラインで超パワーアップ。画面上に出てくるコマンドを操作することで物語が多様に展開。その他、みんなで大会が開ける VS コンペティションモード、気軽にサクッと遊べるバトルアリーナモードでは小僧と対戦できたり、戦いながらコインを収集できるなど面白バトルを多数用意。シリーズ最新作ソウルキャリバー3は遊び満載の贅沢三昧。これでどうだのボリュームで